さんこんにちは。今日はね、日本は祝日ですね。昨日ね迷ったところをちょっともう一度来てみて、大体の地図がね頭の中でつながりました。そういうのがね楽しいです。今下り坂です。じゃあ走っています。はい、歩道橋をね渡ります。今日もいい天気なんですよ。歩道橋ね、めんどくさいなと思ってるけど、階段上がるとね、心拍が少し上がるので、まあいいかな。これタイルだからね、綺麗ですね。桜の並木をね、道に迷ってる間に見つけたので、またたくさん桜が咲くの楽しみです。いくつもね、場所を見つけました。桜並木の。とってもワクワクします。あと少しだね。はい、着地。はい、帰ってきましたね。今日はいい天気、本当に。この鍵はね、閉めると自動的に鍵かかるんですよね。まだね、寒い日もあるし、夜はグレード以下なんですけど、多分来週あたりから、昼間の気温はすごく上がるみたいです。もう完全にね、太陽の角度が変わっていて、あと少しで春ですね。ワクワクします。2月はね、なんかワクワクしますよ。私の誕生日が3月1日なので、生まれる前もね、お母さんのお腹の中であと少しで世界に出れるよっつってワクワクしてたんじゃないかって思ってます。はい、では洗いましょう。今日はね、あ、だいぶ汚れちゃったね。洗いましょう。はい、洗います。ではまたね。今日はね、貸し自転車を借りてちょっと用事を済まそうと思ってます。結構便利です。電動です。